今日はですね、2018年の12月15日です。よろしくお願いします。10時55分ですね。ヘイス早いよね。あっという間だよね。あっという間。すげえ早いよ。一瞬で終わりだよね。あ、うまい。抹茶フラペチーノうまい。30超えたら一瞬だな、本当に。今年はどうだった？今年は多分まあ人生振り返った時にね、10年後とか20年後とかに多分なんだろう、こう人生の転換期っていうかターニングポイントになる年だと思うよ。こうなるだろうなって思ってた未来っていうのが前倒しできたっていうか、うん、まあ予想通りだったけど結構早かったかな、展開が。つまりどういうことだ。今年はどうだったかをつまりどういうこと。いや予想通り。いや俺は全部人生のこう集大成っていうか40歳にずっと向けてたの。40歳にどういうかっこいい男になるのかっていうのを目標にやってきたから、30歳で結果は出ないと思ってたから。でほら27の時に逮捕されて人生の計画が大幅に狂ったわけよ。で立て直すのに大変だったよね。でまあ結果が出たのが3年前で、飯が食えるようになって立て直すことはできたの、3年半で。で立て直すことはできたとしても、この先の未来を作らないといけないわけじゃん。現状維持とかクソくらいだからさ。だからなんだろう、そこに対するこう準備とか焦りとかがあったんだけど、まあまあ良かったかな。まあ、金銭的にはあんまり良くなかったけど、多分後々に生きてくるんじゃないかなと思ってるよ。後の活動に生きてくると思う。出会う人が良かったね、今年は。もうそれはもうロイヤルストレートフラッシュだね。出会う人は本当に良かった。人が良かったな。やっぱ人に会わないと人生変わらない。まあ2年後かな。2年後にこう果実が実ったらいいなとは思ってるけど。なんだちょっと面白いから電話します。いや、ちょっと面白いことが起こったんで電話しますなんだこれくっそ面白いぞ。ちょっと待ってよ55人ラッキーだよこれ。ちょっと待ってね。もしもし、どうした？あ、ちょっと待って。うん。で笑ってよ。いい、大丈夫大丈夫。え、何があったの？どうしたの？うんうん。もう一回説明して。ね。うん。なんかね。うん。カズさんのね。うん。配信でね、怒鳴ってね。うん。のんちゃんのことをね。うん。ね。足かせになるとかね。うん。足引っ張るとか言って怒鳴ったからね。ああ。カズさんのことが怖くなっちゃった。俺のこと怖くなっちゃったの？うん、そうなんだ。どうしたらいいの俺は。ね、どう怖いの？わかんないけど、ね、また怒鳴られたら嫌だと思って怖い。また怒鳴られたら嫌なの？うん。だって怒鳴られるようなことするからじゃん。してないよ。ねえ、怒鳴られるようなことしたんでしょ？してない。してないって。だっていつも話してるじゃん。配信のことを応援してくれないとダメだよって。のんちゃんが配信のことを応援してくれなかったら、ダメじゃん。じゃあどうするのよ。ワド、だって俺あれだよ、配信でご飯食べてんだよ。だって閲覧過疎になってダメになった人いっぱい見てない？見てない？見てる。例えば誰？わかんない。考えてみて。閲覧ダメになって、もう配信ダメになっちゃったオワコン生主。エセアカ。エセアカでしょ？エセアカみたいになっていいの？和道さんがエセアカみたいになってもいいの？他にはアイテム上がらなくなった配信者誰がいる？考えてごらん。閲覧はいっぱいあるけれども花火が全然上がらなくなった配信者誰がいる？ワドさんいやいや、俺はまだ大丈夫だからいや、俺はまだギリギリなんとかなってるから、俺はまだオワコンじゃないから。他に俺はオワコンじゃないよ。深夜食堂でしょ？深夜食堂みたいになっていいの？いいの？のんちゃんの彼氏が深夜食堂って呼ばれていいの？やだ。やでしょ？でももう深夜食堂まで一歩手前まで来てるんだよ。わかる？どれの深夜食堂が先に終わるのか、和道が先に終わるのかってチキンレースみたいになってんね今年は。今年の年末、うん、今大事な時だよ。わかる。もうほんとカイジみたいな、鉄骨あたりみたいな状態なんだよ俺は。うん。じゃあ誰みたいになったらいいと思う？アイラでしょ、うん、アイラを打倒アイラでしょ、うん、でしょ。来年アイラの首取りに行くから俺、うん、大事なところだから。うん、うん、何怖いって。パワハララン。パワハラなんかしてないよ。怖いじゃん。え？怖いじゃん。怖くない。パワハラなんかのんちゃんにしたこと一回もないじゃん。やめて、そういうインターネットでそういう風にまたパワハラだって言うと雑談たぬきとかに拡散されるんだよ。のりこの発言でそうやってまた俺が叩かれるんだよ。パワハラだパワハラだって。今日も YouTube になんかババアからすげえ YouTube のババアのコメント今読み上げてあげようか。 YouTube に俺すげえネチネチと書かれたからいくよ。いくよ、ちょっと待ってね。あれ？米消されたのかな。あった、いくよ。のりこと別れる会の YouTube のコメントね。あ、消されてる。あ、米消しされてる。なんかね、ババアがね、なんか のりこと別れろみたいな、のりこは悪くないみたいなことをネチネチと書いてるババアがいたんだよ。ムカつくでしょあれ。のんちゃんのサブアカじゃない？大丈夫？でも怖かったもん。怖いってだって俺何もしてないじゃん。のりこに怒鳴ってたじゃん。のりこに怒鳴ってたわけじゃないじゃん。のりこもできんだとか言って、うん、別れるって。え？別れるできんだって言って、うん、だってのんちゃんが俺の放送応援してくんなかったら誰が応援すんのよ。だから言ったじゃん、付き合う時に2年前に俺はのりこよりも放送を撮る男だよって。悪いけどって、だってコラボしないと閲覧も上がらないし新しいお客さん来ないよ、うん、そうじゃないの？うん、のんちゃんが邪魔しちゃダメじゃん放送。邪魔してないよ。だってもう2次会行くなって言ったじゃん。でも行っていいよって言ったじゃん。いや行っていいよって言ったけど、だからそういうのが積もり積もって溜まってたんでしょ俺にも。積もり積もってたんじゃないの？ああ、全部ずっとのりこのこと優先してたじゃん。旅もやめたしのりこのために。俺それまで旅ちゃんと何ヶ月やってたじゃん。のんちゃんのために俺夢1個捨てたんだよねえ。それで俺あれきっかけで干されたんだよ。もう今頃、もう1万人リア突旅達成して、アイラ超えてるよ。うん。いや、2年間で俺浮気した？もう2年経つよね、付き合ってから。1回でものんちゃん裏切るようなことしたことある？ないでしょ。それでもまだ信じないのは俺の問題じゃなくてのりこの問題じゃないの？うん。俺悪いけどさ、リスナーから金もらって生きてるから、リスナー一番に取るよ。うん。それは変わんないよ。うん。リスナーさんとここまでやってきたわけだから。映画も撮りたいし、もう諦めるわけに、諦めるつもりみじんもないよ。うん。女と絡むなとかめちゃくちゃなこと言われても無理だし、わがまま言ってるのはどっちよ。のりこは2年間何やってきたの？リスナー。付き合ってから2年間何やってたの？寝てた。そうだよね。俺が一生懸命死ぬか生きるかっていう時にお前は寝てたんだよ。うん、ずっと寝てたもんね。そろそろ復活する時なんじゃないの、のりこは。でものんちゃん眠いよ。もう死んじゃうよそのまま。ぐっすり。もう48だよ、のりこ。ずっと寝てるだけじゃダメだよ。やりたいことないの？やりたいことがない。死んじゃうよそのまま。死んじゃう。いいの？それでいいの、のんちゃん。って体が重たくて動かないんだもん。知ってるよ。知ってるよ。俺もそういう時あったから分かるけど、さすがに、もうのりこ10年ぐらいするでしょ。うん。うん。のりこが変わるって決めないと変われないんだよ。うん。のりこが変わるって決めたらゆっくりでも変われるんだよ。うん。のんちゃんさ、今から車でおいでよ、俺の家。車はね、怖くて乗れなくなっちゃった。じゃあ電車で急いでおいで。のりこもうね、のりこのこと待ってたらいつまでたってももう無理だから、俺が起こしてあげる、のりこのこと。どうやって？もう強制労働。嫌だじゃないよ、もう。そのままでいいの、じゃあ。強制労働なんてやばいよ。もう、ダメ。そのままだと、のりこ、お前、生きてる意味ない。生きてんだか死んでんだか分かんない。ダメ。俺が仕事を与えてあげる。のりこに。どんな仕事？絵を描かせる。今からおいで。絵の具買いに行こう。俺が今から全財産分使ってキャンパスと絵の具と全部買うから。ていうか家にある絵の具と筆全部持ってきて。描けないの。描けるから。描けないっつってるから描けないの。もうダメ。持ってきな。キャンパス買いに行こう。書かないから書けないの。そこじゃ書けないよ。のりこの家だったら書ける？いいよ、ブルーシート引いて大丈夫だから。もう現実から逃げんのやめよ。書けないんじゃなくて書かないの。本当にできないんだもん。大丈夫だから。俺が言ってんだから。俺が嘘ついたことある？ないでしょ。全部やってきたでしょ。みんながダメだって不可能だっていうこと全部見せてきたでしょ。うん。俺が書けるっつったら書けるから。絵描くぞ。俺の言う通りに書いたら絶対うまくいくから。大丈夫だから。筆と、なんだっけ、あれない？石けあるでしょ？いや、もう逃げない方がいいと思うよ、マジで。もう。もう逃げんのやめな。もう散々待ったから、俺は。散々。のりこ。聞いてる？本当は絵描きたいんだから。おいで。だからのんちゃんは俺のこと根本的に信用してないんだって。違う？じゃあ俺がおいでって言ったらおいで。俺が書けって言ったら書け。俺はのりこのこと考えて言ってんだから。別に自分の都合で言ってるわけじゃないんだもん。でしょ？俺が一番のりこのこと分かってんだから。のりこのこと考えてるし。二人で描こうじゃ。俺絵描けないけど。ね。頑張ろう、一緒に。一緒に最初の一枚描こう。ね。手伝ってあげるから。何もしないのが一番の罪だよ。自分の才能を腐らせたらダメだよ。のんちゃん、のんちゃんが美大に行った時にさ、美大行きたかったでしょ？一生懸命頑張ったでしょ？受験した人同じ気持ちだよ。でものりこは蹴落としたんだよ、誰かを。うん。美大で蹴落とされたのかもしれないけど。でしょ？だからその人の分まで書かないとダメなんだよ、のんちゃんは。誰かの夢蹴落としちゃったんだから。で、のりこも誰かに蹴落とされたんだよ。でも大丈夫だから。そろそろ俺のこと信用していい時期なんじゃないの？もうはっきり言って、はっきり言うよ、のんちゃん。はーい。はい。ありがとうございます。どうも。天城風ニンニありがとう。天城風天城風天城風ありがとうございます。天城風です。クリスマスプレゼント。悪い悪い。もしもし、天城風が届いたわ。うん、おいで、勇気出して。絵描けない。描ける。じゃあ絵じゃなくてもいい。何がしたい？何を作りたい？何かを作り出さないっていうことは罪なんだって、のりこ。うん、うん、のんちゃん動物好きでしょ？今日何食べた？今日何も食べてない。昨日はうどん。うん、その前は？その前は？カレー。うん。動物さんとか植物さんとかの命でのりこは成り立ってんだよ。うん。命を使いな。のんちゃん基本ベジタリアンだからな。本当は鶏肉食わないんだよ。鶏肉とか豚肉とか。いや、のりこはずっと寝てたいの。誰かが、いいよ、のりこ、とりあえず来い。俺の家、今から来い。わかった？来て話そう。ねえのんちゃん、来れる？来れない。来れない？なんで？怖いから。ねえ、怖いって。何も怖くないでしょ。のりこの介護士じゃねえぞな。そんなわがままが通用すると思ってんの？何年も何年も。来いよ。もういい加減。もう今日逃げるんだったら無理だよ。もう今日逃げてるやつに明日なんかないから。だるいとか怖いとかそんなん通用しないよ。誰が応援すんのよ。誰が応援すんの、のりこのこと。誰が応援すんの？誰も応援しないでしょ。応援してるから言ってんだよ俺が。いいから来いって。来い。これはもうのりこの問題だから、俺の問題じゃないから。俺の問題じゃないの。のりこが抱え込んでる問題なの。俺がぶっ壊すから来い。来ないんなら行くよ。のりこの家の敷地内で家族が来て警察が来るまでわみくちらすよ。出てこいって。気違いだよ。嫌でしょ。放送つけて気違いみたいに拡声器持って出てこい出てこいって言うよ俺。嫌でしょ。おいで。うん、のんちゃんの家族もほったらかしでしょ、のんちゃんのこと。うん、おいで。助けてあげるから、自分の力でおいで、力になってあげるから、今すぐ来い。着替えて、ご飯とワンちゃんと猫ちゃんのご飯と水変えて、ちゃんとうんち掃除して、大丈夫だから。敵じゃないから俺は、俺が のりこに理不尽なことした？いや、思ってること言って。付き合って2年間のりこにひどいことした俺。うん、信じな。おいでおいで。おいで。心配してるよ。のんちゃんが寂しそうにしてるから。のんちゃん？のんちゃん、のんちゃんが寂しそうにしてるから心配してるでしょ。ライラもん、うん、今フィリップ、フィリップか。今すぐ置いて。わかった？返事は？返事は？わかった。行く。うん。アクリル絵の具と油絵、アクリルで描いてんの普段絵は？油絵の具。油絵の具持ってる？油絵の具。うん。あるでしょ？家の中に。ない。一個もないの油絵の具。うん。筆は？ない。え？ない。あるでしょ。なんで嘘つくの？本当はあるでしょ。うん。どうしたの？筆と絵の具は。捨てた。なんで笑う？捨てたの？うん、本当に捨てたの？うん、俺がこの前に行った時あったよね。画材捨てたの？撤去された。撤去されたの？誰に？ん？弟に。弟に捨てられたの？うん。あ、いいや。まあいいや、じゃあ全部買ってあげるから。今から買いに行こう。いい、とにかく来い。エプロンとかあんの？汚れない、服が汚れない。ない。いい、じゃあ裸一貫で来い。全部来い。いいから来て、すぐ来て、すぐ来て。うん、うん、すぐ来て。はい。はい。すぐだよ。わかった？これで来ねえたらもう知らないからね。本当にほったらかすからね。わかった？すぐおいで。全部用意して。お水もちゃんと買えんだよ、ライラとフィリップの。うん、はーい。すぐね。うん、はーい。あ、あと、なんていうアートか教えて。あ、のりこがやりたいっつってたやつ。わかんない。ね、YouTube の URL 見せてくれたやつ、あれ。アクリルの。なんだ？うん。レジン。え？レジン。レジンね。はいはい。すぐ来て。はーい。すぐね。うん、はい。早く。はい。ダメなの。メンヘラだから。のりこがやりたいっていうアートがあるから、もういい。俺が投資する。のりこに。のりこがやりたいっつってんのね。これなんだ。のりこが今手つけたいアート、これ。木材あるじゃん。木材をこう加工して、ちょっと待ってね。これやらせよう。もうダメだ。のりこほったらかしてた。廃人だよ、もう本当に。こうやって木の中にレジンを埋め込んで、で硬化させんの。で、これやりたいって言ってるから。優しいとかじゃなくて、一応ね、ダメでしょ、もう。こういうさ、木を、まあ木は何でもいいんだけど、木の、穴とかを作るじゃん。で、レジン埋め込んで、最終的にこういう机の板とか、木の板とかに使うことが多いんだけど、結構大掛かり。だけど、これがやりたいって、久々寝ながら言ってたんだよ。のんちゃんこれ作りたいって。で、完成形がこういう風になるの。あ、ちょっと待って。完成形。こういう風になるの。のりこにこれやらせようぜ、もう。もうほっといたらずっと寝てるんだから。これはかなり大掛かりなやつなんだけど、アクセサリーとかも作れるの。アクセサリーっぽい小さいやつとか。いや、なるよ。金に、でものりこは金にしたいわけじゃないの。とにかくのりこはもう何か作る喜びとか生産をする喜びをなんないと、もうダメなんだって、もう。本来仕事、誰かがそれをさせないといけなかったのに、誰もさせなかったんだよ。小ぶりなやつだとこういうものが作れるの。小ぶりなものだと。で、のりこが作りたいのは、ただこれのアートが作りたいって言ってて、珍しく言い始めたんだよ。こういうものが作れるの。だからのりこは金にするとかそういうのは分かんないから、全然興味ないから。もういい、俺が投資する、のりこに。だから指輪とかクリスタルとかいっぱいあるんだけど、ほったらかしたらずっと寝てるから。金売りじゃないんだよ。なんかこれ俺の哲学なんだけど、インプットとアウトプットのバランスっていうことをよく言ってて、学ぶことをしないのもダメなんだけどね、今のネット社会の良くないところって受け取るだけなんだよ。受け取って自分の顕示欲、自分があたかも作ったかのように振る舞うやつって俺大っ嫌いなの。みんなもネットにさ携わってたらわかるでしょ。動画見ただけで自分がそれができるかのように。知り合ったのはもともとリスナーで、ここでコメント書いてるヘビーリスナーだったの。だからもともとはリスナーで2年間で、付き合ってから2年間もうずっとこんな感じ。でものりこは初めて俺に会った時にこう言ったの。絵が描けるようになりたいって。もともと画家になりたくてずっと美大通ってたの。だから本当の本心は、あいつはアートがやりたいの。わかるんだよ。そのうちにいるリスナーは感情性強いでしょ。だからそのわかるの。俺は本当は元に戻りたいんだよ。だけど戻れないって理性で誰かに埋め込まれちゃってんの。あ、のんちゃんの後代ありがとう。今日じゃあ画材にするわ。ちょっとの今日いただく、ここでいただくアイテムはのりこの画材にしよう。ちょっと待ってて。ほら、のりこがさ、まあのりこが先行してたのってたまびの現代アートなんだよ。で美術系の大学行ったことある人だったらわかると思うんだけど、現代アートってもう本当に追い込むのよ。いや、油絵を描くとかさ、そういうことじゃなくて最先端のアートをやらせるわけだから、気違いにさせんの、先生とかが。で、のりこの同級生も3人自殺してんのよ。もう追い込まれちゃって。で、のりこはぶっ壊れたの。のりこは普通に絵を描くのが好きで、画家になりたくて、絵描きになってっていう。そう。だからぶっ壊したやつがいいんだよ。いや、追い込んだやつがいいよ。いや、もうそういう世界の。美大とか上がった人いる？この中でリスナーさんで。まあ、専門学校でもいいし、その、現状知ってる人いる？その現代アートとかそういう世界だって嘘じゃないでしょこれ。本当にそうなんだよ。いや、気違いじゃないと作れないから。ぶっ壊すの。追い込むの。そう。もう課題とかやらされて。まあ、ゴッホはもともと気違いだったっていうのがあるんだけどね。セキちゃんいらっしゃい。そう。のりこはもともとまともだったんだよ。追い込んでああなっちゃったの。俺が直す。あいつの初心に返すから、今日。ゴッホはもともとの気違いだよ、うん、要はね、受け取るだけじゃ社会回んないんだよ。でもともとこれ言ったらなんなんだけど、アートっていうのは気違いにやらせてたの。仕事ができない気違いにやらせてたの。農業ができない、工業ができない、商業ができない、そう何にもできないけど絵がうまい、そういうやつに絵を描かせてたんだよ。だから、その、気違いの、その、生きる手段なの。アートっていうのはもともと。あと音楽ね。音楽とアートは気違いが生きる手段の。ありがとう、セイクちゃん。俺は何でもいいと思ってんの。絵っていうのはメタファーだし、こんなアクリルウッドでも何でもいいのよ。何でもいいの。その誰かにアウトプットしないと回らないんだよ、社会が。ああなるの。引きこもる。寝るんだよ。自分の居場所がないやつは寝るの。で、俺もそうなったことあるから分かるんだよ。もうこれは流れは周りが変えるか本人が変えるんだよ、本当は。本当はみんな一人一人が抱え込んでるわけじゃん。仕事のこととか社会のこと、人間関係のこと。でもみんな頑張ってるわけだ。でももうのりこが変わらない限り無理。ありがとう、ふわぽーか、さやくちゃん。みんなそれぞれある。俺にもある。配信のこと。みんなにもあるでしょ？家族のこと、旦那さんのこと、子供のこと。ね？人間関係、嫁姑問題、上司、部下、うん、パートナー、従業員。仕事のこといろいろあるんだよ。でも行動しないとダメ。ありがとう、海の王子。おはよう。ありがとう、ふわぽーか。誰かが本当は変えてあげないといけない。いや、俺はずっと待ってたのよ。俺はのりこが元気出るの待ってたけど、もう2年経ってこれはもうさすがに、もうトータル4年付き合ってるわけだけど、人間関係としては。もう無理だわ。ケツをさんとダメだ、あれは。俺は失敗はしていいと思ってんの。やらないことが一番の罪だと思ってんのね。やらないことが。そう。下手だからとか、うまくできないからとか、やりたくないからっていう。それはダメでしょ。ありがとう、ふわぽーか。それはダメじゃん。下手でもいいんだよ。バカにされてもいいんだよ。失敗してもいいんだよ。やることが重要なの。うん。最初からみんなさ、うまくいくわけないんだから。で、少なくとものりこはさ、大学まで出てんだから、大学院も卒業してるわけだから、下手なわけがないんだよ。どう考えても。でしょ？誰がどう考えても下手なわけがないの。ちゃんと学術的に収めてんだから。心の問題なんだよ。そう。一応三大美大でしょ？玉だっけ？のりこ。美大ってどことどことどこって言うっけ？三大美大。誰か知ってる？ありがとう、さゆきちゃん。三大美大ってどこだっけ？玉美と？あれ？どこだっけ？むさびか。武蔵野美術大学、玉美。あともう一個どこだっけ？玉美、むさび。あともう一個どこだ？日本の三大美術大学。どこだ？玉美、むさび。まあ、それ、まあ。要はさ、美術のトップ3の大学院卒業してて、日芸か。日大芸術学、日芸か？東京芸大か？まあ、とにかくさ、日本でトップ3のさ、美大に出てるわけじゃん。で、大学院も出てるわけじゃん。下手なわけないじゃん。どう考えても。だから、下手とか上手いとかいう問題じゃないんだよ。うん、下手とか上手いとかいう問題じゃないの、もう心の問題なの完全に。いや俺は極論下手なんだって、俺はっきり言うよ、俺ピカソ絵下手だと思ってるもん。ゴッホも別に絵そんなに上手くないと思ってるもん。わかんないよ、あ、俺はアホだから。でも俺の感覚だと絵が下手なんだよ。絵が下手なんだけど響くんだよ。そう、筆に乗っかってるんだよ、念が。うん、学歴関係あるでしょ。学歴関係ないって言ってるのバカだと思ってるから俺。だからもしかしたらだよ、もしかしたらのりこが描いた絵が誰かの人生変えるかもしれないんだよ。のりこが描いたたった一枚の絵が誰かどっかの少女だかなんだかわかんないけど男の子か女の子かに響くかもしれないんだよ。ピカソはデッサン天才だけどね、分かってる分かってる、もちろん分かってる。そういうその話じゃないんだよ、感性の話ね。もともとピカソは7歳でデッサンの天才だったのは分かってるのよ。でも完成形としてはなんでピカソがっていうのはピカソのライフスタイルでしょ。ピカソの生き様が乗っかってるからでしょ。ピカソが描いたからすごいんだよ。だから絵がうまいかどうかじゃないんだよ。そうなんだよ。ウリさん本当にそうなの。うん、そう。要は俺が言ってる雑草魂と、そう。要はそういうことよ。うん。そう。のんちゃんボンボンなの。そう。でもじゃあなんでのりこは俺のこと好きになったのかよ。じゃあなんでのりこは俺に響いたのかよ。もう俺は助けてって言ってるようにしか見えないの。本当の深層心理だよ。だからうちにはメンヘラが集まってくるわけでしょ。心が病んでる子が集まってくるじゃん、異常に。なんかしら助けてっていうようにしか聞こえんぞ、俺。ワドを助けてって。うん、俺はそう聞こえるの。本当、表面上の言葉とかは違うよ。うん。だからもうこれは俺の役割だと思ってるから。のりこは絵っていうのはメタファーだけど、要は何でもいいから、のりこはニコニコ何かをやることを覚えさせないとダメなの。残りの時間。だから少なくともね、まあ、女性の平均寿命80歳だとしても、あと30年生きるんだから。30年寝てるだけだぞ。そんな人生ねえだろ。そんなんダメだよ。そんなん許されないよ。うん、こっちは必死になってみんな働いてるんだから。みんな一生懸命やってんだから。何かを一生懸命やらないとダメなんだよ。何でもいいから。どんなにくだらなくてもいいから。コーヒー買ってくるわ。ありがとうね。のりこに絵描かせるぞ。力貸してみんなも。サインなんかねえやバカ野郎。のりこがね、来た瞬間閲覧が3倍になったってことは、みんなのりこに期待してんだよ。みんなのりこのこと大好きなんだよ。この数字を、配信者やってるからわかんのよ。本当は俺を見に来てんじゃなくて、のりこ見に来てる人はいっぱいいるんだよ。応援の数字だと思うよ、これは。どうすっかな。トランプありがとう。のんちゃんが最後に絵を描いたのりこの作品あるよ。見る？ちょっと待って。半年前じゃないよ。何年前よ。白いキャンパスに描かせよう。今度は。ちょっとこれがね、透明なのに描いちゃったから分かりづらいんだよね。透明なのに俺が書かせちゃったから。はい、おかえり。ふわポカありがとう。延長してる。ありがとう。花火ありがとうございます。アイテムありがとう。絵なのか形さね、何なのか。ありがとうね。花火ね、どうすっか。造形なのか。まあ一回会って話して、街に連れ出して、世界堂なり東急ハンズなり行って、画材買い込んで、なんか作らせるわ。で、もう今日はアートだから。今日はアート。今日はアートね。ここに作るから、ここで。のりこが一生懸命なんかを作るから。弟に画材捨てられたか。配信もそうだけど、音楽もそうだし、絵もそうだけど、やめちまえって言われてからが、レジンでもいいよ。ただね、ここでレジン作るのはきついぞ。やるけど、レジン作りたいって言うんなら。やるけど、相当きついぞ。まあやりたいのやらせるのが一番いいからね。そう。やめちまえって言われたからが真骨頂なんだよ。でもやるんだよ。親に捨てられ、後ろ指刺されながら作るのがアートだから。で、いつかパトロンを捕まえるんだよ。この人はすごいって。10年も20年もやり続けて。何年も何年も後ろ指刺されて石投げられながらやるのがアートなんだから。書き続けたら認めてくれるから。それこそ俺はほら、のりこと出会う前から草間先生が大好きだけど、草間彌生さんが大好きだけど、のりこも草間彌生好きなんだよ。だったらね、草間さんのイズムは何よ。誰にも評価されないでずっと水玉書き続けた人でしょ。ずっとアメリカに渡ってさ、ずっと革命を起こそうとしてた人でしょ。やらなきゃダメでしょ。何が草間さん好きだよな。草間イズム全然継承してねえじゃねえかよ。草間さんに怒られるよ。女の草間さん尊敬してますとか笑わせんなって話でしょ。あの人裸でニューヨークで裸で暴動を起こしてた人だよ。知ってる？みんな。草間さんって若い頃アメリカに行ってアメリカ人全裸にさせて街徘徊してパフォーマンスやってた人だよ。知らないでしょ。ただの水玉のおばちゃんだと思ってるでしょ。全然違うよ。はい、わざつ気違いには気違いの生き方があるんだっていうのを俺は思ってるから、気違いなのを否定したらダメだよ。誰がどう見たってのりことか俺とか気違いなんだから。誰がどう見たって普通に働けるわけないんだから。そんな生き方ダメだよ。もうひたすら絵描いてりゃいいんだよ、寝てる間。現実から逃げても何も起こらない。何にも起こらないぞ、部屋の中こもって寝てても。買った方がいいよ。要はボールペン1本でも買ってあげるっていうことは好きな人へのお金が入るんだもん。創作活動になるんだもん。絶対買った方がいいよ。好きな人のものを買いな。安いからとか効率がいいからとかそういうことじゃない。支持してる。俺がなんでリーバイスのジーパン履いてるのかって言ったら、リーバイスの会社がすごいからだよ。リーバイスっていう会社はずっと学校を支援してたの。会社のお金で学校を建て続けてたの。で、ある日株主総会で言われたの。利益を還元しろって。ね、学校なんか建てるなって。その時のリーバイスの経営陣はなんて判断したかっつったら、じゃあ株上場やめるわっつったの。俺らは学校を作るためにリーバイス作ってんだっつって。お前らの利益のためにやってるわけじゃねえからっつって上場廃止したんだよ。だから俺はリーバイス履くんだよ。ディーゼルとか履かないの。わかる？思想だよ。どういう考え方をしてる人にお金を落とすかでしょ。買った方がいいよ。そう。かっこいいじゃん、普通に。利益のために、利益も大事だけれども、俺らは思想が大事だから、つって。信念かっこいいよね。リーバイス、検索したら出てくるよ。そう。株主、利益配当やってくれよ、つった時に、ね、学校なんか建ててんじゃねえよって言われて。いや、学校取るわ、つって。格差なくすためには学校作んねえとダメなんだよって。だ金儲けだけじゃん。金儲け大事だけど、金儲けが全てになった瞬間終わるんだって。みんながみんなね、金持ちになれるわけじゃないんだから。だから金が儲かるとかもあったけど、金になるぞ和道ってわかるけど、そこじゃないんだよ。そこじゃなくて生きていくための手段よ。俺はのりこが寝てる時間がもったいないっつってんの。もっと身近な問題なの。のりこは金の問題クリアしてるから。そうじゃなくて、のりこが毎日ニコニコ生きてく手段を作ってあげたいの。そう、金は道具だから。いいのいいの。別に金なんかなくたってアートできると思ってるから。本当はないとダメなんだけど、それはね、俺のシルバーの X さんっていう人のおじいさんが実は芸術家なの。シルバーの、俺の、いるでしょ？パートナーの X さん。X さんの、おじいさんは有名な人なのね。芸術家として。その人、あれだってよ、砂で、宗像志功さんとか知ってるでしょ？宗像志功さんと交流があった人なの、地元が一緒で。そう。砂場で絵描いてたって。砂場で。金がないから。砂場に絵描いてた。あ、宗像志功さんが砂場に絵描いてたんだ。いや、そういうもんでしょ。もう金儲けと髪の毛どっちが大事かっつったらね、それはね髪の毛いいよ、もう髪の毛は。まだかな、のりこ。何作らせようかな、のりこに。のんちゃん T シャツね、かっこよかったよね。おはよう、おはよう。でもね、みんなの中にも眠ってるし、若い子がいたら、土曜日だから言うけど、中学生とかね、もし高校生とかいたら、大人に夢潰されんなよ、大人に。親とか学校の先生とか。あいつらは普通に生きてるから、そういう思考しかできないんだから、潰されるなよ。のりこの映画見たい。はいはい、ちょっと待ってね。ちょっと待って、のりこの絵ね。これかな。いや、全然嬉しいよ。のりこの絵見せてよって。全然見せるよ。のりこが自分でダメだって言ってるだけなんだから。俺はのりこの絵好きだよ。本当に。そう、やりたいことをやればいいの。いつかあなたの絵が好きだって言ってくれる、あなたのことが好きだっていうこととイコールだから、これは。あなたの描くものが好きだって言ってくれる人を大事にすればいいんだよ。そう、周りに左右されなくていいんだよ。自分が描きたいものを描くんだよ。あれ、のりこどこだ？ちょっと待ってね。のりこのインスタ出てこないな。あったあった。これかな。ちょっと待ってね。これか。グロテスクだね、結構ね。俺この作品結構好きだね。こういう作品を作ってる。昔の作品だけどね。これもすごいと思ったよ。これすごくない？俺これ見た時天才だって思ったの。これパソコンのディスプレイなんだよ。これは絵じゃない。これパソコンのディスプレイなんだけど、この感性すごくない？パソコンのディスプレイ一個一個手作りして、でパソコンの画面と、これってさ、まさにさ、現代社会の SNS を象徴してると思わない？俺これすごいと思うよ、この感性。ディスプレイとディスプレイをこう全部かぶせてんの。アバンギャルドなのかな、わかんないけど、これすごくない？いや、すごいでしょ。俺これすごい一番好きな作品なの、のりこの作品の中で。パソコンのディスプレイを向き合わせてるっていう作品なんだけど、これすごいよね。まさに SNS でしょ、これが。これしかもだって、まあ、ディスプレイの形見てもらったらわかるけど、多分15年以上前でしょ。15年以上前にこのね、なんか表現ができてるっていうの、俺すごいと思うよ。あと、これ絵画なんだけど、絵の中に虫が埋め込まれてたりすんのよ。そう。若い時の飲んでたんだこれ。これ若い時ののりこでしょ。またあいつがやってくるって書いてあるパソコン自分で作ったの。今のディスプレイも手作りなんだって。これのりこは作ったの、一個一個型を取って。うん、これだから既製品を白く塗ったとかじゃないんだよ。おお、サボちゃんは脱ありがとう。りょっちんありがとう。今からのりこの才能を俺は目覚めさせるから。のりこの才能を開花させない。ダメだ、あいつ寝てるだけだからもうどうしようもねえよマジで。みんな力貸してマジで。手作り手作り。のりこの眠ってる才能を一気に引き出すから。全然センスあるよ。だから本人が下手だと思ってるだけなんだって。本人が ありがとうメッセ渡した。ああよかったよかった、ありがとうポーカー、全然お役に立つて嬉しいよ。ありがとうサボちゃん声かけてくれてありがとうね。ありがとうジョーカーありがとう。すごい彼女とじゃないんだよ。付き合ってからっつうかもう10年間引きこもりなの。これは10年前ののりこなんだよ。これは10年前の絵を見てんの。今ののりこじゃないんだよ。今ののりこはただ寝てるだけなんだよ。うん、そう、あくまで俺らがすごいって言ってるのは10年前だから。そう今から呼び起こすから10年前の気違いを。そう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 マルーン、本当にそう。マルーンありがとう、本当にそう、そういうこと。アートにうまいも下手もないんだよ。書けるか書けないかじゃないんだよ。書くか書かないかなんだよ。寝てるだけだよね、ほんとね、サボちゃんね。もううんざりするぐらい寝てるだけだから。もう今、叩き起こしたから。もういい加減にしろっつって。そう。うん、いや、だから今からモンスター呼び起こすから、ほんとに。もうちょっときついこと言うようだけど、俺はのりこにちょっときつく当たるよ、今日は。悪いけど。もう付き合ってる意味ないもん、こんなの。寝てるだけだったら。うん。やることやれって。お前絵描きだろって、うん、もうけじめつけないとそろそろダメだあいつは。そうあいつが持ってる、あいつの中にあるもん俺が呼び起こすから。それがもう呼び起こせないんだったら俺一緒にいる意味ないから別れる、うん、もう別れるよ。もったいないよね。うん、そう一緒にいる意味ないもん寝てるだけだったら。うん、ダメだよそんな。そう誰にも認められなくたって書き続けないとダメだよ。あいつは少なくとも書いてないな。いやそれも話しちゃおう、それも話し合おう。うん、さあ俺は絵じゃなくてもいいの、仕事でもいいの、アルバイトでもいいんだよ。何かに一生懸命な人が好きなので、無理だとか逃げてるやつは嫌いなんだよ。もう碇シンジ君だから今ののりこは。現実から逃げてる。みんな戦ってんだよここにいる人間は。みんな苦労しながら、一生懸命毎日苦労しながら何かをやってるんだよ。のりこは何もやってないんだよ。うん、だからのりこに何かをやらせるよ。のりこが毎日ニコニコワクワクできる何かを俺が、もうそれが俺のけじめ。今日それができないんだったらもう別れる俺は。俺じゃ無理だよ。俺と付き合うべきじゃない。モチベーションが下がるから俺の。そう俺だって映画撮らないといけないしね、配信もやらないといけないし、いろんなことを自分の問題山積みなんだよ。のりこに足引っ張られてたらもうたまんねえよマジでね。えダンカンさんとか三松さんとかの仕事とかもあるし、そう近くにいたら気づいてくれるかなと思ったの。黙ってたら2年間待ったからね俺は。俺は待ったよ。グッとはここまで言いたかったけど、俺は書かせる。もう今日は強制的に書かせる。で書かないんだったらもう別れるよ。そんなダラダラ寝てるだけの女なんかいらねえよ。そう、やるのは自分。間違いない。うん、そう。支え合わないと。いつも言ってるじゃん。依存関係なんかいらないんだよ。依存されたくもないし、依存したくもない。俺が望んでるのは、リスナーさんともそうだし、パートナーののりこにもそうだし、共存関係なの。共存。一緒に生きていく関係がいいの。そう。いや、そういうことだよ。そう。精神薬なんかドラッグだから。うん。そう。共存ね。共存。わかんないよ。もしかしたらとんでもないものを作るかもしんないよ、今日。誰かが響いたら勝ちなんだから。たった一人この中で感動させたら勝ちなんだよ。誰かの人生ひっくり返したら勝ちなんだよ。のりこと同じ境遇のやついっぱいいると思うぞ。薬漬けにされて、社会からあぶり出されて、生活保護になっちゃって。でも何かやりたいのに何もできなくてって。社会からつまはじきにされてって。ネット漬けになってって。そいつが見たら響くぞ、のりこが絵描いたら。うん。でしょ、スーさん。邪魔なだけなんだよ、そんなの。うん、好きか嫌いかじゃないんだよ。人間としての役割なんだよ。そう、学生時代に精神壊されたっていうのは追い込むのよ。追い込まれんの。要はもう、気違いにさせんの。気違いじゃないと絵描けないから。ていうかもう、先生が気違いだから。そうだよ。いい。そうそうそう。ダメ、寝てるだけはダメ。寝てるだけはダメ。だから映画の花火のまさにたけしさんがそうじゃん。同僚がさ、下半身不随になって車椅子になった時何させたよ。たけしさんは。画材を渡したでしょ。帽子と。帽子と画材渡したじゃん。どんな人間にもできることがあるんだって。そう、誰でも辛いんだよ。そう。そう。そう、辛さと向き合っていかないと。辛いからっつってふて寝したらダメなんだよ。みんな辛いんだよ。だから認められた時に感動があるんだよ。誰かが絵を買ってくれたり、誰かが認めてくれたりした時に頑張ろうってなるんじゃん。だからのりこを頑張らせるやつが周りにいなかったんだよ。のりこの才能を奪っていくだけなんだよ。でしょ？だからぶっ壊れたんでしょ。でももうのりこはもういいでしょ。ぐっすり休んだでしょ。10年寝たんだよ。10年分書かせるよ。狂ったように。俺は絵が描けないから。俺は絵描くやつをリスペクトしてるから。うん、そう。休息が必要な人間は頑張ってる人間。その通り。素晴らしい。いい言葉だ。その通りだ。うん、そう。休息が必要。ああ、ライムさんありがとう。いつもありがとう。ありがとうね。のりこがどんな絵描くのか楽しみじゃん。10年前超えられるか。俺は持ってると思うよ。のりこの感覚。あいつはすごいよ。すごいこと言うよ、たまに。この前なんて言ったか知ってる？のりこってクリスマスプレゼント何が欲しいって聞いたの。そしたら何もいらないよって。和道さんいいよって。のりこは本当に何もねだらない、俺に。でもクリスマスだからって言ったの。今年何が欲しいって。なんかささやかかもしんないけどプレゼントさせてって。和道さん何もいらないって。そしたら、分かったって。物じゃなくていいから何が欲しいか言ってって。それは、こうしてもらえたら嬉しいとか気持ちの問題って意味で聞いたの、俺は。物じゃなくていいから何が欲しいって。そしたら、のりこなんて答えたか知ってる？魔力って答えたからね。それはさすがに謝った。のんちゃんごめんって。魔力をプレゼントすることは無理だわ。天才でしょのりこ。うん。いや、これ本気で言ったんだよ。魔力って普通に言ったからね。いや、持ってるんだよ。持ってるんだよ。うん。マジかって思ったから。いや、天才なんだよ。本気で言ったから。まだ魔法使いになれると思ってるからね。48歳で。まだ魔法を諦めてないんだよ。魔力が欲しいらしいの。いや、持ってるんだよ、すでに。すでに持ってるのに気づいてないんだよ。すごいでしょ。48歳でそれ言える？ 48 歳でそれ言える？あいつすごいんだよ。銭湯に行くのが楽しみなの。週に1回ぐらい銭湯に行くの。ヤクザに喧嘩売るんだよ。ヤクザと喧嘩売って警察沙汰になんだよ、そこの銭湯で。で、何があったのって聞いたの。なんで警察に囲まれてんの、のんちゃんって聞いたら、ヤクザが受付のおばちゃんいじめたんだって。のんちゃん受付のおばちゃん大好きなんだって。受付のおばちゃんにやかったんだよって。そう。喧嘩売るの。ファイターののりこは、かかってこいよー、スキンヘッドハゲ野郎っつって。強いんだよ。いや、受付のおばちゃんいじめたんだって。だから持ってるものが違うんだよ、どう考えても一緒にいて。だからそれを何かにぶつけないと。その持ってるパワーが強いんだから。のりこは強いよ。でもただグダグダ寝てるだけだったら俺はいい、もう。現実から逃げてるんだったら一緒に生きてる意味がない。そんな死んだ後に一生寝れるんだから。死んだらずーっと寝れるよ。死んだ後一緒にいればいいんだよ、墓の中で。だろ？いや、俺はそういうのりこが好きだよ。いや、今もう実家から向かわせてる。もう出てこいっつって。で、書けない書けない、行きたくない、和道さん怖いってずっと言ってたの。さっきまで電話してたの。そう。いいから今すぐ来いっつって。もういい加減にしろっつって。ていうかもう2日前別れるって言ったの。もういい加減にしろっつって。いや違うよ。自分が才能あるのに才能を使わないやつはクズだよ。知らん。どうでもいい。聞いてるかどうかなんてどうでもいい。本人に言うから、目の前でパシッと。俺はもう決めてたから、のりこと付き合う時に決めてたの。のりこが一番最初に出会った頃に絵が描けるようになりたいって言った時に俺はもうコミットしてるから、のりこが絵を描けるようになるようにするっていうのが俺の課題なの。そう。のりこにパワー与えるって、きっかけを作るって、いやクズだよ、クズだよ。俺太った、減量中。のりこの絵見たいでしょ。絵じゃなくてのりこの作品見たいでしょ、みんなも。俺が一番見たいから、のりこの作品みんなも見たいでしょ。応援して、力貸して、みんなも。T シャツは作ったね。ねえ、そうそうそう、生き生きしたのんちゃん、ありがとうありがとう。そうそうそう、のりこがニコニコして作品作ってるの見たい。俺が絵の描き方根本的に変えてやるから。ありがとね、そう言ってくれて。痩せように見える。でもね、ちょっと体がね、なんかね、やっぱね、捨て頃決まったから体がまたね、なんかこう締まったんだよね。意識が変わったからかな。ファイターの体に戻ってきたんだよね。これ、イマジネーションの力だよ。腹筋バキバキだから、ほら腹筋バキバキ。ファイターに戻ったよ、ファイターに。ふっ、ねえ、捨て頃までに仕上げるよ。捨て頃までに。みんな、俺もファイターだから、よろしくね。腹筋バキバキだから。腹筋バキバキ。捨て頃今回勝とうね。今回は勝とうね、捨て頃。最後だから。最後は勝とう。腹筋がどこってどういうこと？腹筋どこっていう日本語あんの？バキバキだよ。のりこ遅えな。そうだな、のりこ遅えな。捨て頃 T シャツのデザインまたのりこにしてもらう？のんちゃん呼んでるよ。今から書かせるんだよ。もう1時間経ったよ。はい、こんにちは。のりこの眠った才能を呼び起こすから。あ、T シャツもうソールドアウトしちゃって、前回のは。新しいのを作ったら買って。まだかな、のりこ。遅えな。のりこの絵は売らないかな。うん。のりこの絵は売らないかもしんない。わかんないけど。な、俺画商じゃねえから、俺が売ったらなんか金儲けみたいで嫌だし、俺がその金関わる時っていうのは「おいワドツー」、そうそう、やっぱり俺は自分のなんつうんだろう、その稼ぎはやっぱ配信って決めてるから、配信以外の金で自分の体作りたくないんだよね。リスナーから小突きした以外の金を自分の体に取り入れたくないの。うん、まあ何かしらね、絵の大元は売ることはできないけど、なんかね、ポスターとかにしたりとか、写真にしたりとか、何かしらはできると思うけどね。うん、今、もうちょいで来るわ。もう30分で来る。今、電車乗ったって。トランプありがとう。うん。いや、腹くくってるかどうかでしょ。腹くくってるかどうか。何でもできるんだよ。できないことなんかないんだよ。何でもできるんだよ。どんな人でも。腹くくってるやつが一番強いんだよ。うん。腹くくってないやつはダメ。腹くくってるやつは何でもできる。同じ人間なんだから。同じ人間ができてできないことなんかないんだよ。いや違うんだよ。本当は喋ったりとか何なりなんだろうできるんだよ。アーティストって喋れないから絵を描くんだよ。喋れないから歌を歌うの。だからコミュ障でいいと思ってんの。俺は。他者と関わりを持てない不器用な人間、要は病気の人間が絵だけなら人と会話ができるって。音楽だけなら人と会話ができるって。俺はそういうもんだと思ってるから。俺は配信を通してじゃないと自分を表現できない男になりたいの。いや、モチベーションなんか自分で保つんだよ。子供じゃねえんだから。子供じゃねえんだから。自分ででもやるんだよ、でもやるんだよって言い聞かせるんだよ。でもやるんだよ、でもやるんだよって。儲かるわけないじゃん、そんな簡単に。飯が食えるわけないじゃん。好きだからやるんだよ。そう、誰かから評価されるわけないじゃん、簡単に。でもやるんだよ。根本Kだよ、根本K。でもやるんだよ。やらないやつはゼロ。やるやつはどんだけ叩かれても1だから、プラス1だから。俺だからリスナーさんでいるんだよ、一人。絵描けるようになりたいっつって、のりこと全く同じ境遇。この前 DM 来たよ。3年前にね、知り合ってた絵描きの女の子がいたの。絵描けないっつって、で会って絵描けるようになったって。今個展やってるっつってるよ。 DM 来たよ、お礼の。今個展やってるよって、絵描けるようになったって。でやってるやつはやってるんだよ。もう個展も開いてるんだよ。やるやつはやるんだ。やらないやつは理由つけてやらないんだ。でやらないやつと俺は一緒にいたくないのね。やらない癖がつくから。うん、俺はやってるやつ、どんだけ後ろ指刺されてもやってるやつが大好きだから。やらないやつは俺の隣にいっちゃダメだ。モチベーションが下がる。ダメ。やらないやつは俺の隣にいらない。自分の作品に自信がないでしょ。ちなみに美大時代ののりこだわ。学生時代だ。学生時代、若かりし頃ののりこだよ。若い頃エロいな。いや、今もエロいよ、全然。いや、面影あるよね。今エロくないの？そう。今エロくないんだ。そうなんだ。なんかいっぱい絵描いてたんでしょ。スケッチブックがあるもんね、ここにね。ね。のりこがもう何もできないんだったら俺はのりこ捨てるよ。悪いけど。悪いけど。やだもん。クリエイティブじゃないやつとか一緒にいたくないもん。やだ、いらないよ。今日のりこにとってターニングポイントだよ、のりこにとって。いらないよ。向き合ってない、もう無理やり書かせる。書けないんだったらもういい。うん、会話なんかいらない、理屈なんかいらないんだよ。書けないんだったらいいよ。書かない、書けないかじゃないんだよ。書かないかだから。書くか書かないかだから。寝てろ、一生。寝てろ。いや、書くか書かないかでしょ。書けるか書けないかなんか聞いてないんだもん。自分の意思がどっちなのかだよ。作るのか作らないのかだよ。で、作らないんだったら用がねえよ、もう。何もしないやつと一緒にいてもダメなんだよ。ずっと寝てりゃいいよ。誰の迷惑にもならずに。誰からも評価されずに。実際寝てたじゃん。実際2年間。そう。できるかできないかじゃないよ。やるかやらないかだよ。そう。できるかできないかなんか知ったことじゃない。そんなん神様に委ねればいいんだよ。やるかやらないかは選べるんだよ。画材はね、弟に捨てられたって。だから買いに行く、今から。あのさ、サーモンさんさ、途中から来てそれはねえんじゃねえか？お前にとってのりこは道具なのかって。それは失礼なんじゃないのか？俺は、ここにいる誰よりものりこのこと考えてるぞ。まあ、考えてるつもりだよ、少なくとも。途中から来てそれはねえんじゃねえのか？お前にとってのりこは道具なのかって。俺はのりこのこと一番考えてると思うぞ。この中で。それは失礼だろ。いいんだよ。書きゃいいんだよ。かっこいいかかっこ悪いかなんかどうでもいいんだよ。書けっつってんの。書いてたらうまくなんかなるんだから。そうじゃないよ。のりこが書くことに意味がある。いい絵を描くことに意味があるんじゃなくて、のりこが絵を描くことに意味があると思ってる。のりこが筆を走らせる。のりこが何か粘土をこねる。のりこが何かと向き合うことが重要な。それが一番なんだって。作品がどうとかじゃないんだよ。向き合うかどうかの姿勢の問題なんだよ、これは。のりこが向き合ってるかどうか。のりこは逃げ続けたんだよ。何でもいい。そういうこと。そういうこと。何でもいい。そう。のりこが書くことに意味がある。そう。その通りだよ。何を書いたかじゃない。誰が書いたかだよ。うん。はい、この漫才。俺だってさ、のりこのことずっと面倒見れるわけじゃないんだもん。俺は俺でやることあるんだもん。うん。のりこが、のりこ自身と向き合わないと。いや、みんなに対してもそういう気持ちあるよ。近くにいないからそうであって。ギターやってたレクチーにも同じこと言ったよ。ギター諦めんなよって。ギター弾き続けろよって。俺の枠見てるときはギター弾けよって。みんなに対してもそうだし、俺自身もそうあるべきだと思ってるから。みんなに対しても同じ気持ちだよ。うん、みんなが何をやってるのか知らないから言えないだけで。夢がないと生きづらいよ、この世の中は。おい、久しぶり。夢がないとダメなんだよ。希望がないと、希望が。夢をバカにするやつはダメ。夢を追いかけないと。女の人もそうでしょ。夢を追っかけてる男好きでしょ。なんだかんだ。どうしようもなくて、うだつが上がんなくて、結果がなかなかできない、出ないけど、応援しようと思うでしょ。女の人も。好きな人には夢をね、叶えてもらいたいでしょ。だからみんなスポーツとか応援するんじゃないの？配信見るんじゃないの？違う？本当はみんなもそうなんだって。夢追っかけてる人が大好きなんだよ。夢叶えてほしいと思ってるんだよ。みんな。だから配信見てんでしょ。うん。キラキラしてるやつが大好きなんだよ、人間は。俺は好きだよ、そういう人間。ねえ、応援したくなるよね。だからなんだかんだ忘年会だってさ、あんだけディスられたのに配信者みんなね、出るよって協力するよってみんな言ってくれたよ、話しかけた人。うん、みんな俺が主役なって言ってたよ。ドレさんですら俺出せよって言ったんだよ。よく言えるなと思ったけどね。嘘だろって。おい、俺、深夜食堂で食堂の店主やるからなって。お前出るのって思ったもん。ドレさんですら出させろっつったんだよ。あんだけディスっといて。俺は深夜食堂の店主の役だからなとか言って。いや、だから、諦めてたらディスられ続けるんだよ。でも、姿勢が大事なの。ちゃんとやってるっていう。だからみんな応援してくれるようになるんだって。やり続けるや。結局。うん、そうだからでもやるんだよっていう。そこまで、やっぱね、だから形にしないとって。なるわけじゃん。そう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 。だからあれは頑張れ頑張れって言ってるけど自分に言ってるんだよ。投影してるの。そう。選手を応援してるようで実は自分を励ましてるんだよ。ちょっと身代わり早すぎるけどな。まあドルさんらしいなとは思ったけど。だからちょっと無理やり食堂のシーン出てくるからよろしくね。ちょっと脚本に無理が出てきたよ。なんだ。でもさ、こういろんな人とみんなでやるから面白いんだって。みんなでやるから面白いの。お祭りは一人でやってもお祭りにならないんだよ。俺はみんなとやるのが好きなの。仕事じゃなくて仕事を祭りに変えるっていうのが大好きなの。そうそうそう。自分と重ねるんだよ。そうみんなで何かがやった時に大きなものができるし、だから学校生活とか楽しいわけじゃん。文化祭とか体育祭とか一生心に残ってるでしょ。みんなの中にもキラキラしたものがあるはずなんだよ、うん、甲子園目指したりとか行った人もいるだろうし、行けなかったけれども自分の中のベンチなのかピッチに立ったのか分かんないけど、でも一生懸命何かをやってた時はみんなの中にあるはずなんだよ。今それを生きてる人はもういると思うけど、仕事なのかプロジェクト任されてるのかさ。でも大事なのはワクワクすることだと思うよ。うん、楽しかったよね。うん、泣いたり笑ったり、うん、恋愛したり。子供なんだからみんな。みんな子供なんだよ、みんな。本質は子供なの。でもどんどん賢くなって、どんどん社会を知って、どんどん現実を知って、現実に毒されていく。でも本当は子供なんだよ。例えば七五三ってさ、何のためにあるのか知ってる？日本人の頃は感性ね、日本人が忘れちゃったことね。7歳までは神様だって言ってたの。七五三、7歳までは人間の姿をした神様だっていう考え方だったの。7歳から人間になる。7歳までは神の化身だったの。だから七五三っていうのをやるんだ。俺らの中にその神様は眠ってたんだ。どんどん分かんなくなっちゃう。でもそこを引き出すことも大事だと思うよ、時には。現実も見なきゃいけない。お金も稼がないといけない。ね。向き合わないといけないことはたくさんある。うん、子供じゃないから。だけど俺らの中はもともと神の血が入ってるんだから、7歳まではみんな神様だったんだから、その感覚は忘れちゃダメだよ。のりこなんかだから48歳になっても7歳のまま止まってるんだから、そう思わない？子供でしょ？のりこを見たって。まあ俺も子供だと思うけど、俺は中学2年生から時間が止まっちゃったんだけどさ、甲子園のユニフォーム持ってるの？甲子園行ったの？ドトールさん甲子園行ったの？何？甲子園行ったの？高校時代。ドトールさん行ったの？いやー、宝物でしょ。一生の宝物でしょねえ。そうだよ。彼氏がくれたの？素敵だね。いや、いい話だね。彼氏が、何それ、タッチみたいな話だ。甲子園に連れてってだ。すごいね。いい話だね。トランプありがとう。泣けるぜ。タッチみてえだな。朝倉みなみだ。てかドトールさん女だったんだ。男だと思ってた。わかんないよね。男同士の恋愛もあるからね。急にBラブ路線に切り替わる。彼氏がくれたのっつって、彼氏がガチホモで、ドトールさんが男でガチホモの可能性あるからね。なんか嫌な話になった。女か。よかったよかった、まあ今 LGBT が敵に回ったよ。全ての LGBT が敵に回った瞬間だよ、いやいい話だな。よし、俺はね、まず絵がいいと思うんだよな。まずアクリルもありかもしんないけど、まず絵。おお、カルシウム久しぶり。でもね、これはね、一個のテーマなんだけど、絵を描いてくれって言う人が一人でもいるときに絵を描かなかったら画家じゃないでしょ、映画撮ってくれって一人でも言って映画撮らなかったら映画監督じゃないじゃん。だから誰かが言わないといけないんだよ。もうだからもう今日以外言うつもりないもん俺。なんか作れってもうやだもん。書く気がないやつに言うのは疲れるから。卓球のピンポン見たことある人手挙げて。卓球のピンポン、俺はねなんかね、夢を諦めちゃった人にはピンポン見てほしいね。卓球のピンポン。おばば、もう一回おいらに卓球教えてくれろって、あれだよね、ピンポンの良さね。わかる？うるりーぼん。あそこがピンポンたるゆえんじゃん。ドトールさん見たでしょ。おばば、もう一回おいらに卓球教えてくれろって。うん。あそこがあるからピンポンなわけじゃん。ヒーローを待ってたさ、話じゃん。そう。だからピンポンですよ。実写版ピンポンですよ。リアルピンポンだよ。うん。リアルピンポン。あれな、いいんだよな。なんだっけ、カマキリじゃなくてなんだっけ、悪魔か。悪魔がいいんだよな。悪魔のセリフなんだっけ、悪魔のセリフ。ちょっと待ってね。ピンポン、悪魔。ピンポンの悪魔がさ、言うんだよ。松本太陽いいよね。うん。悪魔がいいよね。畜生、どうしてお前なんだよ。一体どうして。俺は努力したよ。お前の10倍、いや100倍、1000倍したよ。風間さんに認められるために、ペコに勝つために。それこそ朝から晩まで卓球のことだけ考えて、卓球に全てを捧げてきたのによ。なのにって。うん。あれが好きなんだよ。ペコに諭すシーンが。うん。うん、逃げてばっかだと前進まねえぞ、必死で打てって話だよ。俺はお前の才能が欲しかった。なんだ、戦艦もラケットのフォームも全部お前を真似た。でもお前にはなれなかったよ。クラスのみんなお前に憧れてた。俺らにとってお前はって。うん、いいよね。熱いよね、ピンポンね。ここが好き。これね、続けろ卓球、地平と吐くまで走り込め、血便出るまで素振りしろ、チッター今より楽になれんぜヒーローさんよって。ここだよね。これめちゃめちゃかっこいいよね。続けろ卓球って。地平と吐くまで走り込め、血便出るまで素振りしろ、チッター今より楽になれんぜヒーローさんよって。いやマジでね、アニメ版のね卓球ピンポン見た方がいいよ。漫画版か、まあ映画もあるし。そうで、実写版の卓球のピンポン、のりこの家がロケ地だからね。そうそう。だから繋がってるんだって。うん、あ、延長台ありがとう。延長台ありがとう。窪塚はピンポンやってんの、あれのりこの家だから。あれのりこの家だから。うん。窪塚くんが悪魔とピンポンやってるシーンあるでしょ。あれのりこの家だよ。田村？ペコ。のりこの家、卓球にゆかりがある家なの。田村ってなんだっけ？そうそうそう。のんちゃんの家。実写版のピンポンは。のりこの家卓球深いから。そうのりこのおじいさんが卓球をずっと支援してた人。そうだからなんか日本卓球連盟みたいな額がいっぱいあるよ、のりこの家。のりこのお父さんだかおじいさんだかは、そうそうそう、夏木マリがいるところじゃない、大会の会場がのりこの家。のりこの家っていうか、うん、まあのりこの家だね。だからうちのあれだよ、鳥がペコなんだよねえ、ペコ、うん、キュッて言ってる、うん、いやあったでしょ、うん、そうそう会場。何書かせよう。そう、ペコの由来そこなの。うん、新たがわかんねえな。新たがわかんねえ。てかのりこ遅えな。世界堂閉まるんだけど。あ、スマイルの人ね。はいはいはい。僕の血は鉄の味がするか。松本太陽かっこいいよな。鉄痕キンクリートも面白かったな。イタチ。家は近いよ。まあまあ、もうそろそろ着くと思うけど、もう電車乗ったって言ってるから。トイレ行ってくるわ。足りない心をあ、水の音が好きなの、シャカトペコは昔から。後辿って追いかける初めの一歩目でトランプありがとう。トランプありがとう。水の音大好きなんだよね。釈迦が好きだから、釈迦が鳴くとペコが鳴くの。そう。釈迦が水の音大好きなの。てててててん。てててててん。新たが好きな人いっぱいいるんだね。新た好きがすげえいっぱいいる。あれ、マウスがおかしいな。あれ、マウスの、あ、直った。あれ、なんかおかしいな。あ、直った直った。キャンパスっていくらぐらいするのかな？キャンパス高いかな？あれ？パソコンが重い。なんだろう。あれ？見えてる？あれ？ぶっ壊れた。見えてる？パソコン激重だな。あ、キャンパスこれにしない？金かかんないし。いいこと考えた。キャンパススケさんにしない？スケさん。真っ白だし。スケさんにしない？スケさん。キャンパス。スケさんをカラーリングしたらダメかな？スケさん。スケさん。ダメかな、微妙。スケさんをキャンパスにアートするとか。スケさんちょうど真っ白だし、こいつだったら金かかんないし。ダメかな、スケさん。スケさんをかっこよくするんだったらよくない？ねえ、スケさんがいるよ。ねえ、スケさんデコろう。スケルトンのスケさん。人体骨格の。スケさんアート。スケさんだったら粘土とかで羽とかもつけられるし。デコスケ。ねえ、スケさんいいかもね。スケさんいいかもしんない。スケさん改造計画だ。てかなんだろう、パソコンがおかしいな。マウスが動かねえ。なんで？なんで動かねえんだ。マウスがおかしいな。なんだろう。なんでこんな硬いんだ。なんかバックグラウンドでなんか走ってんのかな。あ、来た来た来たぞ、のりこ来たよ。ちょっと待って、あ、来た。のんちゃん、のんちゃんお疲れ。ここ座って。私みんな期待してるよ。うん。ああ。ここ座って、片足。あ、っていうか、コーヒー買ってきてくんね。コーヒーつうか、なんか甘いのがいいな。紅茶がいい。あれ、ガムテープどこやったっけ。ちょっと待ってね。マイクセッティングするから、来た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 。紅茶がいい。甘いのがいい。青じいお疲れ。出たよ、本物のアーティスト来たよ。青じい、青じいあれだから、プロギタリストだから。本物来たよ、本物。あテステステス。音これくらいでいい？音これくらいで OK？ よっしゃやるか。青じいは本物のアーティストだからね。プロギタリストだから。プロギタリスト。YouTube すごいよ。青字。音 OK？ よっしゃ、やるか。音楽変えます。のりこの BGM に切り替えます。ちょっと待ってて。のりこ用の BGM があるから。のりこ BGM どこだ？のりこ BGM これだ。なんだろう、マウスが調子悪いな。一回さ、枠パソコン再起動してもいい？一回パソコン再起動してもいいですか？なんかパソコンが重い。パソコンが激重なんだよね。いい？ちょっと一回再起動します。じゃあみんなお疲れ。また後で。